グッモーニング爽やかな朝です。今日もあなたに送るバイブルからの言葉、創世記の言葉です。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。なんとダイナミックなすごい言葉でしょうか。この言葉を私たちはもっと創造性を持って 受け止めるならまさに言葉は音色光でもあり炎でもあるそれが混沌とした闇に広がり宇宙銀河系星々が生まれそして地球惑星ができそして海陸が分かれ草や花が咲き乱れ生き物が生まれてくる。 そして私たちがこの言葉によって作られた天地そして神の技が満ちあふれている場所の土から神の身姿に形づられて作られ息吹与えられ命あるものとなったいやもう考えるだけで想像するだけでもうすごい世界が生まれてきますよね。 神の言葉は生きていて力がある両刃の剣よりも鋭い魂と霊,と霊と関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して心のさまざまな思いや考えを判別させることができる。神の言葉、は足のとし火、道の光、その言葉が人となってこの地上に来て、イエスキリストとなってこの地上を歩んでくださり、33年半の生涯が生まれ十字架の上で死なれ葬られ、よみがえってくださった。 神は実にその一人をイエスキスを与えになったほどに弱愛された。ジーゼスは、私は世の光です。私に従う者は闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。ぜひぜひ、あなたの心に光を差し伸べてくださる神、その神が人となって、あなたに私こそ世の光、私に従う者は闇の中を歩むことがないと今日も約束してくださっています。 イエスキリストを見上げ、この方を心に留め、素晴らしい一日を歩んでください。Have a good day!